1954年の遺財法遺財法は沖縄県南城市にある久高島で12年に一度行われる久高島で生まれ育った30歳以上の既婚女性が新女となるための就任儀礼。基本的にその要件を満たすすべての女性がこの儀礼を通過する。琉球王国時代において最高の聖域と位置づけられた久高島には古くから男は解任、女は 新人のことわざが伝わる。下高島では男たちは成人して漁師になり、女たちは新女になるということである。これは、琉球王国の信仰基盤となるおなり神信仰を象徴するものであり、すべての既婚女性は30歳を超えるとこの儀式を経て、新女になるのである。遺財法は十二年ごとの馬年、旧暦の十一月十五日から四日間行われる。儀式の観念は、 にるやかなやからの来訪神を迎え、新しい神民女をその神々に認証してもらい、島から去る来訪神を送るというもの。資料に記録される限り600年以上の歴史を持ち、来訪神信仰の儀礼として、日本の祭祀の原型を止めているとされ、多くの学者の関心を集めて、1966年、1978年の遺財法には、今度からも多くの民族学者、 取材陣が、久高島に押し寄せた。久高島の巫女集団は、久高家と外負家の二つからなり、それぞれ最高職のノロがいる。補佐役には、置手紙。さらにその下に61歳から70歳のタムと54歳から60歳までの運作42歳から53歳までの野宿と三階級の巫女グループに分かれる。新しく参加する31歳以上の巫女は、 南樹と呼ばれる。祭礼前の一月前から南樹は、島の七箇所の歌姫に参拝し、それぞれの神の名をもらう。ここで神々から巫女になるべき霊力を授けるとされる。島の過疎化が進み、1990年は南樹となる女性の不在と儀式のノリとや段取りを最もよく知る外間の老名義の正教のために行われなかった。2002年、 2014年も南中になる女性の不在などの問題により中止となり、1978年を最後に2014年現在に至るまで行われておらず、その存続が危ぶまれている。2014年の中止時の報道では、遺財法に出た経験のある女性から直接受け継げる機会はこの年が最後となる可能性があると地元の区長がコメントしている。長い麻痺祭として、 部外者への公開を拒んでいたが、外間の両名義であった西目静の全面協力により、1978年の遺財法は多くの民族学者に積極的に紹介され、記録映画が撮影されるなどその姿を後世に残すよう努められた。結果、この祭祀を記録した写真集として、神々の島、沖縄久高島の祭り、遺財法沖縄、 くだかとうとうが発刊された。1966年の遺財法を記録した映画、遺財法神の島、くだかとうの祭祀が1967年に完成したが、長らく一般公開されなかった。2014年12月に東京で上映したのを皮切りに、大阪や地元である沖縄県で2015年1の2月に上映されることとなった。 1978年の遺財法では 16mm フィルムカメラと推奨発信によるテープレコーダーでの完全同期撮影が行われ、4台のカメラによるおよそ公開されたすべての儀礼の始めから終わりまでがシームレスに記録された。1979年に完成した沖縄久高島の遺財法第一部第二部102分はその記録を編集したものである。 この作品は2007年からウェブ公開されている。2021年にこれら全フィルム素材の 2048X1556 ピクセルスキャンと音源のデジタル化、アーカイブ化、データベース化が5年がかりのプロジェクトとして始まった。このプロジェクトに先立ち、作品中の進化に現代語訳を付した2020から21年版107分が制作された。 2020年1月1日に NHK 総合テレビで放送されたブラタモリ・ツルベの家族に乾杯新春。沖縄スペシャルにおいて遺材法の記録映像が紹介された。ありがとうございます。